坪田義文は、日本の映画監督、脚本家。映画のみならず、TV 番組、V シネマ、音楽 PVCM の企画構成、演出も担当している。映像プロダクション、三ィ株式会社所属。1975年、神奈川県出身。多摩美術大学映像演劇学部在学中に、制作した、でかいメガネが、 イメージフォーラムフェスティバル2000で大賞を受賞。また、第3回京都国際学生映画祭でも入選を果たす。2009年には、三代朝ヶ谷気分で劇場デビュー。第39回ロッテルダム国際映画祭コンペティション部門、ビップロタイガーアワード選出。イタリア、第46回ペサロー映画祭審査員特別、小受賞。韓国、 シネマデジタルソウル映画祭、ブルーカメレオンアワード、ムービーコラージュアワードを、ダブル受賞。ポルトガル2011ファンタスポート映画祭特別賞、最優秀客職賞を、ダブル受賞。主演女優の町田マリーが、第31回横浜映画祭、最優秀新人賞を受賞、第19回日本映画プロフェッショナル、大賞新人奨励賞レーショ受賞。また、韓国。 ソウルの映画館 CGV にて、美ヨコ・アヶ谷気分劇場公開する。2012年文化庁在外芸術会派遣により、NY で1年間活動。2016年2月、リリー・フランキー主演映画、シェル・コレクター・テアトル・新宿、桜坂劇場ほか、全国42カ所で公開。最新作は、初の長編ドキュメンタリー。だってしょうがないじゃない。 2019年開催の、不山国際映画再ワイドアングル部門にて、ワールドプレミア上映後、2019年11月より、ポレポレ東中野にて、ロードショー公開、全国順次公開中。不山国際映画再ワイドアングル部門、ワールドプレミア上映作品映画、三横朝ヶ谷気分公開記念、坪田義文監督作品、でかいメガネ前ナビブックス映画、 シェルコレクター、坪田義文監督インタビュー、クリエイティビビレッジ映画、シェルコレクター監督、脚本、坪田義文さんインタビュー、シノフィル独占動画インタビュー、障害を抱える当事者同士の友情と葛藤マイナス3年間にわたる、交流の記録、坪田義文監督、だってしょうがないじゃない、横浜経済新聞、発達障害のドキュメンタリー映画、だってしょうがないじゃない、 坪田義文監督インタビュー創造都市横浜最新作だってしょうがないじゃない坪田義文監督インタビュー障害を抱えた視点でドキュメンタリーを撮るありがとうございます